ここもコースタリが注目となりますが、今のところ1、2、3、4、5、6枠なりとなるんでしょうか。ボートレース、琵琶湖ボートボーイカップシリーズ5日目、いよいよ最終のジュニエス、3つ目、最後の順位初戦です。さて、注目の5番の多道のコースリー、スタート展示では2コースまで入りましたが、ここは内の船もそれぞれ枠番主張。インコースには1号艇、静岡徳間英樹、2コース2号艇、香川片岡正弘、3コース3号艇、滋賀佐竹恒彦、4コース4号艇、佐賀ミーシャ高治、5コース5号艇、福岡多道稔、ここまでがスロースイキ5艇、そして短期ダッシュ6号艇、佐賀の松江秀則となります。シリーズリーダー1番の徳増、今日前半は3着で連勝は5でストップしましたが、ここはもちろん人気の中心です。あとは2番片岡、3番佐竹、4番ミーシャ、5番の多道と、この組み合わせが人気。6番の松江は6枠6号艇、ここは6コース人気を下げておりますが、さあ注目のまずはスタートとなります。進入コース、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、ダッシュ、6番です。第12レース、順位挑戦スタートしました。中横込みでまずはインから1番の徳増がいいスタートか、1周の内マーク、インから押し切る1番の徳増です。徳増がまずは先手取りました。後ろ2番手には2番の片岡が続く、3番手4番のミーシャ、ミーシャ追い上げる、そして2番の片岡が一気1番徳増を捉えて前に出ます。2番1番トップ争い、さらにすぐ後ろ、うちに4番ミーシャが入ってくるか。スタートは正常でした。第2ターンマーク、先手は2番の片岡から差し返す1番の徳増ですが、届かずにここで単独先頭か、2番の片岡正弘、パワーの2番の片岡が先頭を走ります。1番徳増は2番手、3番手は4番ミーショ、その後は6番の松江、3番佐竹、5番の多藤、現在最高峰6番手。2周1マーク、少しずつリードを広げるか、2番の片岡正弘、2番手1番の徳増です。おっと、ここで後方で4番のミーショが煽られたか、6番の松江が煽られたか。上位体系が2番、1番、4番、そしてその後3番、5番、大きく遅れて6番の松江です。それぞれ定冠は2番、1番、4番と開いてまいりまして、2番の片岡、1番の徳増、そして4番のミーショ、上位算定はほぼ落ち着いてまいりました。2、1、4の順、中平組でスタート、トップスタート、インから1番の徳増でした。しかしバックステッチ、あっという間に2番の片岡が追い上げまして、並んであっという間に先頭を立った2番の片岡正弘、さらにリードを広げて独走態勢、2番の片岡正弘、2番手1番の徳増、3番手も接戦から4番のミーショ、2、1、4の順です。まもなく最終の第2ターンマークです。最終2枚繰り返し、最後の直線コース、まもなくゴールを迎えます。まず2番の片岡正弘先頭でゴールイン、2番手1番の徳増です。3番手4番のミーショです。その後3番佐竹、5番の多藤は5番手、途中大きく煽られました6番の松江秀則が最後6番手でゴールいたしました。以上、最終第12レース準優勝戦でした。